かつてはカリスマ的な人気を誇っていたキムタクこと木村拓哉、スマップの解散騒動やジャニー喜多川の性加害問題を経て、そんな木村のメッキが剥がれてきてしまっているようだ。天下のジャニーズ事務所の中でもトップアイドルとして活動してきたザ・芸能人の木村、性加害問題を抱える事務所の影響で仕事は激減。しかしそれ以上に、今回の問題を通して発信した木村の言葉は常にどこか他人事だった。自分自身の立ち位置や現在世の中から自身がどのように見えているのか、客観的な視点が足りず、世間からは呆れの声が上がっているようだ。そんな木村自身にもとうとう焦りが見え始めた。これまでは至れり尽くせりだったはずの木村が、自らテレビ関係者に営業をかけ始めているという。今回はオワコン木村拓哉、凋落したかつての大スターの悲惨な現状について解説していく。1987年11月、旧ジャニーズ事務所で現在のスタートエンターテイメントに入所した木村。入所後すぐに光源氏のバックについていたジャニーズジュニア内グループスケートボーイズのメンバーとなった。1988年4月にスケートボーイズから中居正広、稲垣吾郎、森且行、草なぎ剛、香取慎吾と共に選抜され、男性アイドルグループスマップを結成した。アイドルとしてダンスや歌はもちろんのこと、1993年のテレビドラマ「明日なろ白書」を皮切りに、俳優としてのキャリアを着実に積み注目を集める存在となり、彼が主演するドラマは軒並み高視聴率を記録していた。当時はドラマといったら月9というほど、月曜日9時から放送のドラマは人気があったが、キムタクはその月9枠で11回もの主演を務めている。そして注目すべきはその主演回数のみではない。キムタクが主演を務めたドラマの最高視聴率の上位5位はビューティフルライフの 41.3%、 グッドラックの 37.6%、 ヒーローの 36.8%、 ロングバケーションの 36.7%、 ラブジェネレーションの 32.5%。 ビューティフルライフに至っては国民の約半分がドラマを視聴していたという計算になる。2023年に放送されたドラマで一番視聴率の高かったのは相棒だが、その平均視聴率は 13.0% ほど。これと比べてもいかに当時のキムタクの出演するドラマが人気だったかがわかるだろう。そんなキムタクはファッションにおいてもカリスマ的な影響力があり、ドラマでキムタクが着用した服やアイテムを世の男性たちはこぞって身につけるほどだった。明日なろ白書で身につけていた黒縁メガネ、若者のすべてで履いていたエンジニアブーツなどなど。そして2001年のヒーローでキムタクが着用していたベーシングエープのレザーダウンジャケットは人気が出すぎて売り切れ、プレミアがつくほどにまでなった。前世紀を知る人はキムタクといったらロン毛とイメージする人は多いだろう。当時の日本は男性が髪を伸ばす文化はあまり定着しておらず、ロン毛男性の比率は圧倒的に少ない時代だった。しかし当時徐々に人気を獲得しつつあった20代前半のキムタクの長髪が大流行、空前のロン毛ブームが到来したのだ。彼の髪型を真似したロン毛の男性が街にあふれかえるといった社会現象を引き起こした。人気女性誌のアンアンで2008年まで行われていた企画の好きな男ランキングでは、1994年にキムタクが20歳の時に初めて1位に選ばれてから、なんと35歳になるまで約15年間連続で1位を獲得し続けるという快挙を成し遂げている。この時代の日本には男性が彼しか存在していなかったのではと思わせるほど圧倒的な人気を誇っていた。そんなイケメン、モテ男のアイコンとして長い間カリスマ的な存在感を放っていたキムタクだが、最近ではオワコンなどと言われてしまっている。所属グループの解散をめぐってのイメージダウンなどもあったが、きっかけとして一番大きかったのはやはり今世紀最大規模の性犯罪を犯していたことが発覚したジャニー喜多川の性加害問題だろう。木村は事務所の長男として当事者として本件に関する発言が注目されていた。そんな中、ジャニーズ事務所による初めての会見があった9月7日の夜、木村は自身のインスタグラムを更新。ところが木村が投稿したのは自身の自撮り、そしてそこに添えられた「ショーマストゴーオン」。
という短いコメントだった。実はこの言葉、ジャニー喜多川が生前所属タレントに伝えてきた代表的なモットーなのだ。会見ではジュリー藤島や東山紀之が性加害を全面的に認め、ジャニー氏を批判していたにもかかわらず、問題の元凶であるジャニー喜多川のモットーを投稿した木村。この配慮のない、全く空気の読めていない投稿に、ネット上では何を考えてるんだなどと批判の声が上がった。木村の的外れな発信はこれだけにとどまらなかった。事務所による2度目の記者会見が行われた10月2日には、同じく自身のインスタグラムに2匹の愛犬と共に歩く動画を添えて、一歩ずつ前に、ピース、ステイセーフ、タクヤと投稿。前回の投稿が批判されていたにもかかわらず、全く危機感のないこの木村の投稿に世間からは、まるで人ごと、かっこ悪すぎる。会見内容はどうあれ、会見で矢面に立っている人間と違いすぎる。キムタクって未だに自分の言葉で語らず、軽くインスタグラムで遊んでるけど、ジャニタレの中で一番ダサい。キムタクダサすぎる。それなら会見後に中途半端にアップとかしないで、黙秘してれば良いのにって思うけどね。やること中途半端でダサすぎる。キムタクはインスタみんなでやめさせないとやばい、このままだと変なおじさんなどと散々な言われようだった。ある芸能記者は、退所するタレントが相次ぐ中でジャニーズ残留を決めた木村さん、タレント引退をする東山さんに代わり後輩を引っ張っていくのは自分しかいないと思っているでしょう。10月4日の文春オンラインで社名変更について最後まで反対していたと報じられましたが、事務所公式サイトは全て事実無根ですと否定声明を出しています。12月8日には新会社名が発表され、スタートエンターテイメントとなった旧ジャニーズ事務所。木村は10月5日新会社とエージェント契約を締結する予定であることが事務所から発表されている。今回の性加害問題をめぐっては、木村のタレントとしての活動にも大きな影響が出ていた。会見後、木村をはじめとする旧ジャニーズタレントを広告に起用していた各企業は次々と CM の打ち切りや契約見送りを表明。木村自身は長年マクドナルドの CM に出演していたが、日本マクドナルドは現行の契約期間が満了した後、契約更新をしないことを発表した。デビューからこれまで第一線で活躍し続けていた木村だったが、これを機に仕事は激減。しかしその後も木村の SNS は平常運転が続いており、決め顔や自撮りなどが多く投稿されている。しかしその裏では、この大きな変化にやはりさすがのキムタクも強い危機感を覚えているようだ。あるテレビ局関係者は、木村さんは最近交流のあるテレビ局や映画プロデューサーらに直接電話をしているそうです。そこで近況報告しながら、俺スケジュール空いてるけど何でもやれるよと話していると聞きました。現状に焦った木村は、本人から直々に仕事を取りに行っているようなのだ。番組制作関係者は、木村さんは性加害問題の影響から7月には予定されていた CM 出演が立ち消えになりました。さらに9月には来春放送予定だった主演ドラマ教場もクランクイン1ヶ月前に撮影延期が発表されました。生徒役の役者たちは役作りのために警察学校に通い、撮影に向けて髪の毛も買っていたそうなのにです。撮影期間は3ヶ月を予定していましたが、再開のめどは立っていません。教場に限らず、民放各局は同社タレントへの新規オファーについては被害者への補償の動向などを見ながら慎重に判断する姿勢をとっています。木村は教場の撮影が延期になったことで今後のスケジュールを練り直すため仕事仲間に連絡を取るようにしたようだ。さらに、もちろん木村さんに仕事がないわけではありません。2019年の主演ドラマグランメゾン東京の映画化が決まっており、来年初めから撮影が始まる予定です。さらに4月期にはテレビ朝日でも主演ドラマが内定しています。実はこれらは性加害問題が大きく報じられる前から決まっていた案件でした。これまでの木村さんなら 1,2 年先のスケジュールまで常に埋まっていました。ところが来夏以降の新規の仕事は不透明で、そのルーティンが大きく揺らいでいるのです。
こうして自ら営業をかけ始めたという木村。彼が危機感を抱くきっかけになった現状について前出の関係者は、撮影延期で木村さんはスケジュールが長期間空く怖さを改めて感じて自分で動き出しました。素晴らしい作品に出続けて後輩たちに背中を見せることが責務との自負もあります。そのため近年木村さんの出演作はほとんどが主演でしたが、最近電話した仕事仲間らにはいい作品のためなら主演には全然こだわらないと力説していたといいます。ところがそんな木村に対し制作側からは困惑の声も上がっているという。いくら本人からのお願いとはいえ、さすがに脇役で起用するわけにはいきません。木村さんの主演作、特別出演作となると共演者も一流の役者を揃えなければならず、制作費も跳ね上がります。安請け合いをすることができないため、テレビ局の制作スタッフたちも木村さんからの電話に戦々恐々としているそうです。木村は仕事激減により危機感を抱いているようだが、どうも空回ってしまっているように思えてならない。このような彼の現状に世間からは、最年長だからといって皆を引っ張っていけるとは限らないですからね。リーダーに向いてる人と向いてない人がいるわけで、キムタクの残念なところはイケオジになれなかったことだなぁと。40代50代で若々しさと年相応の渋さを兼ね備えたかっこいい俳優さんがたくさんいる中で、若々しさも年相応の渋さも手に入れ損ねてしまった感じ。木村さんは自分のすべき長男としての役割は滑稽自分を見せていくことだと思っているんじゃないかと思う。最近されがちなバッシングをしっかり役割を果たしてんのに、なんで批判されてんの俺見たく感じていそう。後輩たちとは違って若い頃から超特別扱いされたまま50代になってしまったお方だから、この人に理想の先輩像を求めても無理でしょうね。今回の騒動の時、せめて不安でいっぱいのファンに向けて丁寧なコメントを一つでも出してくれてたら少しはまともに思えたのに、後輩たちの方がそのあたりちゃんとできてたからなおさら長男のお前どうしたって気がしてた。苦手分野なんだろうけど、隠れに隠れて時間が解決するのを待ってるみたいでずるいなという印象が拭えない。若い頃はナルシストな言動もかっこいいと許されてきた。いろいろとなくなった今、実は元から痛い人だったことを世間が知った。社会的な出来事に興味を持って生きてこなかったのでしょう。だから自分の立ち位置も世間からの批判も理解できず、ずれた言動をしてしまう。誰か指摘したり方向性を指示できる人がいないんでしょう。かつての栄光はどこへやら。あれだけ影響力のあった木村の世間知らずが露呈し、世間からはソース感を食らっている。今後木村は事務所の顔としてどのような動きを見せるのだろうか。ここからの巻き返しはあるのだろうか。今後の動向に注目だ。